こんにちは。歴ショックです。今回は、柴田勝家と結んで秀吉と対立した信長の三男、織田信孝の生涯について紹介します。側室の子として生まれた信孝は、幼くして養子に出されるも、武将として次々と実績を上げていき、身分の低い所持ながら信長に重用されていました。四国征伐軍の大将に任じられるなど、凡庸な兄、信勝よりも評価されますが、身分差は覆せないまま、本能寺の変で父の信長は亡くなります。信孝は、山崎の合戦で大将として明智光秀を破り、敵討ちを果たしましたが、信勝の下に置かれ続け、実力で織田家の実権を握るべく動き出し、秀吉と対立するに至りました。織田家当主の三法師を抱え、秀吉も苦慮するほどの動きを見せた信孝でしたが、秀吉の実力の前に柴田勝家ともども敗れ、無念の最後を迎えました。今回は、諸子の身分から実力で成り上がっていったものの、身分の低さに最後まで悩まされ続けた織田信孝の生涯について紹介します。諸子として生まれ、小さな黒人領主の家に養子に出される。織田信孝の出自。織田信孝は、1558年に当時24歳だった織田信長の三男として、側室、坂氏との間に生まれました。信長の嫡男、織田信忠の2歳年下にあたり、次男の織田信勝とは同い年で、本当は信勝よりも信孝の方が20日ほど早く生まれたものの、届け出が遅れたため信勝が兄とされたという噂もあります。信忠、信勝は、正室の貴重に次ぐ信長の実質的な正室、生駒狐の子であり、身分の低い側室の子、信孝とは明確に身分の差がありました。信長は、11人の男子を設けましたが、信忠、信勝以外はあまりいい待遇を受けておらず、信孝も例に漏れず、1568年、10歳の時に、北伊勢の黒人領主、神戸智盛の養子とされます。当時信長は北畠氏の治める隣国伊勢に進出を始めていましたが手こずっており、北畠氏配下の勢力を分裂させ、織田氏から養子を送ることで取り込んでおり、北畠宗家には信勝、長野氏には信長の弟、信兼と計3人が送られました。1570年には、養父の神戸智盛が信孝を冷遇したことで信長の怒りを買い隠居に追い込まれ、信孝は12歳にして神戸氏当主となります。さらに、強引な家督相続に反対する神戸家臣の粛清が行われ、家臣の5分の1が追放されるなど、信孝は強権を持って神戸氏を支配したため、神戸氏家臣の信孝への忠誠度はあまり高くなく、後に信孝の弱点となっていきます。元服は兄の信勝と同時期の1573年頃とされ、この時から神戸信孝を名乗っており、左官役は、後に運命を共にすることとなる柴田勝家が務めました。神戸氏は伊勢の黒人領主であったため勢力が小さく、そのため信孝は、信長から伊勢亀山城主の関森信を配下につけられていましたが、森信は信孝に反抗的だったため、ほどなくして信長に追放されます。そのため信孝は、神戸城に加え亀山城も領することとなりますが、所領は5万石程度で、信忠や信勝には到底及びませんでした。信孝は織田家から離れたものの、母の坂氏が神戸城に同行し、伊府県の小島民部の昇遊や岡本義勝など、織田家からついてきた家臣たちに支えられています。1574年、16歳の時にはすでに一軍の将として伊勢長島一向一揆攻めに加わっており、この後も信孝は、織田家の遊撃軍団の一員として、父、信長にも認められる活躍を見せていくこととなります。武将として頭角を現し、信長にも認められるほどの実績を残す。本能寺の変以前の信孝。織田信孝は、1575年、17歳の時には越前一向一揆攻めに従軍し、織田信勝と共に残党狩りで功績を挙げていますが、以降は、家督を継いだ兄、織田信忠の配下として各地を転戦するようになります。1577年には紀州雑賀攻め、翌年には大阪、播磨と信忠に従って出陣し、播磨攻撃城攻めでは、自ら足軽に混じって城に突撃する武勇を見せました。同年、荒木村重が有岡城で謀反を起こすと、織田軍は信長自らが鎮圧に出向き、信忠は当初は安土城の留守居役とされます。しかし、
ほどなくして戦場に呼び戻され、荒木方の高槻城を包囲した信忠軍に加わり、その後は信長に代わって総大将となった信忠の下で、有岡城や別所市の三木城攻撃にも参加しました。信孝は戦場だけでなく、外交、内政でも活躍しており、1580年に行われた石山本願寺との講和にも関わっています。詳しい行動は明らかではありませんが、本願寺退去の聖書交換のために信長に付き従って上洛した際、当時22歳の信孝は、扇町天皇から紙と練り香を受領しており、勅命による講和に何らかの形で貢献していたことが伺えます。翌1581年にかけて、信孝は数度にわたって上洛し、朝廷にも献上品を送った記憶があることから、当時病気がちだった京都諸士大の村井貞勝の補佐役を担っていた可能性も指摘されています。兄の信勝が、第一次天正伊賀の乱で失敗し、信長に親子の縁を切ることをちらつかされるほどの叱責を受けていた一方、信孝は信長も認めるほどの活躍を見せていましたが、織田家での待遇にはなおも歴然とした差がありました。1581年に京都で行われた馬揃えでは、信勝が30騎を率いていたのに対し信孝はわずか10騎で、叔父の織田信兼、いとこの津田信澄と同数でした。織田家での序列も、信忠、信勝、信兼に次ぐ4番目で、官位も信勝が従四位の下左中将だったのに対し、信孝は従五位の下侍従と1段階下に置かれています。それでも信孝は逆境にめげず素晴らしい行動力を見せており、同年には武田信玄の娘婿で美濃と国境を接する木曽谷の領主である木曽義政の調略に関わっていました。信孝は甲州征伐の半年以上前の1581年8月には義政と接触しており、信孝と義政の書状のやり取りの中で、義政が武田勝頼を裏切り信長に寝返る意向をすでに示していたことが確認できます。信孝以外にも義政と接触している者はいたため、信孝一人の手柄とは言えないまでも、義政の寝返りが武田氏滅亡のきっかけであり、戦後も義政の所領安堵のために動くほど義政の信頼を得ていた信孝は、織田氏の勝利に十分貢献したと言えます。諸子ながら類まれなる行動力で次々と結果を残す信孝を、信長が見逃すはずもなく、1581年7月には、信忠、信勝と並んで信孝も、3人揃って信長から名刀を与えられる栄誉を受けています。信長は、四男の秀勝を赤臣の羽柴秀吉に養子に出したように、息子であっても、信忠、信勝以外は重用することはほぼありませんでしたが、信孝は、諸子の中では別格の扱いを受けていました。信孝の有能さは、キリスト教宣教師の間でも話題となっており、信孝がキリスト教に好意を示し、キリシタンになろうとするくらい親密だったので誇張もありますが、信孝のことが好意的に記録に残されています。宣教師ルイス・フロイスは、信孝を、善と有望の青年、機内において信孝のような良い教育を受けた人を見たことがない。思慮があり礼儀正しく大なる勇士であると評価するなど、最上級の賛辞を送っていました。ちなみに、信勝は、キリスト教会の記録には、狂っているのか、知力が足りないのかと、散々に書かれています。信長も、24歳で将来有望な信孝を、織田勢に戻し徴用しようとしましたが、織田家中では信勝より優遇するわけにはいかず、その結果与えられたのが、長宗我部氏と相対する四国方面軍司令官という退任でした。長宗我部氏はもともと、対三好氏で織田家と手を組んでいましたが、三好氏が織田家に侵入したことで、四国の領有権をめぐって対立し、敵対関係となっていました。信孝は甲州征伐には参加せず、四国征伐の準備にかかり、5月には、副将に丹羽長秀、八谷頼隆、津田信澄の3人を加え、織田領内の各地から集められた総勢1万4000の兵力を持って、大阪住吉に着陣します。信孝は、四国征伐に先立って、讃岐一国の領主の地位を確約され、さらに三好氏の名跡の継承も予定されており、四国征伐の暁には、四国の統括者の地位も見えていました。信孝にとってまさにこれからという時に本能寺の変が起こり、信孝の運命は暗転していくこととなります。身分差を実力で覆そうとするも、身分差に泣く。織田信孝の最後。
信孝ら四国征伐軍が四国に出陣する前日の6月2日に本能寺の変が起き、織田信長は明智光秀に討たれます。信孝のいた大阪周辺には瞬く間に変の一報が届き、動揺した兵士は寄せ集めだったのもあり、あっという間に死散してしまい、1万4000ほどいた軍勢は4000にまで減ってしまいました。疑心暗鬼に駆られた信孝は、丹羽長秀と相談して、光秀の娘婿であった副将の津田信澄を、光秀に呼応する恐れがあるとして殺害します。その後は大阪に留まり、味方を募って明智軍との対決に備え、変から9日後の6月11日になって、備中高松城から尼崎まで帰還してきた羽柴秀吉の軍勢に合流しました。信長の子である信孝は、秀吉によって光秀討伐の大将に担がれ、実質的には秀吉死体ながら、信孝は織田軍の総大将として、山崎の戦いで父の仇を討つという功績を挙げます。その後、秀吉、柴田勝家らが中心となって、織田家の今後の方針を話し合う清須会議が開催されましたが、織田家の家督はすでに信長から信忠に譲られており、信忠が本能寺の変で亡くなったことから、その子の三法師が継ぐことは既定路線となっていました。ただし、信孝は、まだ幼い三法師の名代として織田家の主導権を握ることを望み、信長の仇討ちという実績を引っ提げ、失敗続きだった兄信勝より自分が名代にふさわしいことをアピールします。信孝が信勝より優れているのは自明でしたが、信孝を名代としては、嫡流である信勝だけでなく、同じ生駒狐の血を引く三法師の否定につながり、信勝を名代としては、信孝の功績を無視することになるため、名代は置かないという結論に至りました。織田家は、秀吉、柴田勝家ら宿老が合議制で運営することとなり、信勝、信孝は政権の中枢から遠ざけられ、諸子の身分からの躍進を目指していた信孝には不満が残る結果となります。領地配分も、信勝が丘陵の南伊勢、伊賀に加え新たに尾張を与えられたのに対し、信孝は美濃を与えられ、諸子の信孝にとっては大躍進でしたが、織田家代々の地である尾張は信勝に取られ、ここでも信勝が優遇されていました。信勝は尾張の地だけでなく、信長、信忠に仕えた織田家の一門衆、奉行衆も多く配下につけられており、信勝と信孝では、依然として勢力に大きな差がありました。その直後に起きた、信孝、信勝の国境をめぐる争いでも信勝の主張が通るなど、信孝は苦杯を舐め続けましたが、安土城が消失したため、一時的に三法師が岐阜城に置かれていたことを利用し、巻き返しを図ります。信孝は、秀吉らの宿老合議制を無視し、自分が織田家の主導者であるよう振る舞い始め、伝承神武の乱に対し、織田氏として援軍派遣することを指示し、木曽義政を北条方から徳川方へ寝返らせるなど、陣廷に向き動きました。公家や寺社も、信孝が織田家の主であるとみなし、訴訟や所領安堵を求め、信孝もこれに積極的に応えていき、清須会議の決定がなかったかのように、三法師の名代としての立場に実力で立とうとします。これに待ったをかけたのが、京のある山城を手中に収める秀吉で、三法師を信孝から引き離そうとあらゆる手段を用いますが、前々から秀吉が山城の山崎城に本拠を移したことを批判していた信孝は応じず、秀吉対信孝という対立構図ができます。ただし、信孝もさすがに武力では秀吉にかなわないため、柴田勝家に接近し、秀吉の台頭を警戒する勝家も信孝に味方し秀吉と対立したため、織田家は二つに割れました。秀吉が10月に信長の葬儀を単独開催したことで、秀吉と信孝、勝家の対立は決定的となり、10月末には、秀吉が丹羽長秀、池田恒興を巻き込んで、織田信勝を当主とするクーデターを起こします。この直後から、信孝配下の美濃の諸将が秀吉の調略を受け始め、信孝は討伐のために出陣、信勝が救援のために美濃に侵攻するといったように、本格的な戦争状態に入りました。この時期、信孝は、父信長の天下布武の印判を真似て、一見平天下の印判を使用し始め、織田家主導者への思いを改めて示しています。しかし、信孝配下の美濃の武将は、稲橋や氏家氏など、織田家の不代家臣でない者が多く、神戸氏時代の配下も忠誠度はあまり高くないため次々と秀吉方になびき、信孝は戦う前から崩されつつありました。
信孝配下には森長吉など古くからの織田家臣もいましたが、信孝と信勝では嫡流の信勝に正当性があるため、信孝は支持を得られず、諸子の身分が信孝を苦しめていくこととなります。そして秀吉は、一度は柴田勝家と和平を結んだものの、12月に入り勝家が雪で動けなくなると、これを破り柴田領の近江長浜城に侵攻、そのまま岐阜城にも進軍し、信孝はなすすべもなく降伏しました。信孝は、三法師を秀吉に取られただけでなく、母親の坂氏、一人娘も人質に取られ、稲橋や森長吉など主要な配下もほとんど秀吉方になびき、再起不能に追い込まれます。その後、織田信勝は三法師を伴って安土城に入り、名実ともに織田家当主となり、信孝は岐阜城主の地位は剥奪されず、内政に取り組む日々を送りましたが、内心はまだ諦めていませんでした。年明け正月には滝川一益が挙兵、翌月には柴田勝家が挙兵し、秀吉は南北に兵を分散させ対処するも、信孝はまだ動きませんでした。そして、秀吉と勝家が賤ヶ岳で睨み合いを続け、膠着状態に入った4月頃になって、信孝は柴田方として挙兵し、秀吉を挟み撃ちにします。信孝には挙兵する力がないと踏んでいた秀吉は、慌てて本軍を岐阜城に向け大垣城へ入るも、その間に柴田方の佐久間盛政が、手薄になった秀吉の陣に中入りし、膠着していた戦況は信孝の挙兵で一気に柴田方有利に傾きました。しかし、秀吉はわずか半日で近江に引き返し、油断していた柴田軍を打ち破り、その勢いのまま北の庄城へ攻め寄せ、勝家は滅亡します。いよいよなすすべなくなった信孝は、織田信勝の侵攻に対し岐阜城を開城し、尾張へ送られ、兄信勝の命令で自害し、25歳で生涯を閉じました。母の坂氏、娘も、信孝挙兵時に秀吉によって貼り付けにされたため、信孝の血筋は絶えており、類いまれなる才能と行動力で信長にも認められていた信孝は、秀吉の野望の前に無念の最後を迎えることとなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。